こんにちは、東京23 FC の、土屋幸男です。僕は今44歳ですが、現役のサッカー選手を続けております。自分が、この44歳まで、現役を続けてきた秘訣を言うんであれば、若い時に何かを変えなければいけないって言われた時に、物事を一気に変えるのはやっぱ難しくて、でも出会った人にいろんなことを教えてもらったり、いろんなものを与えてくれた中で、少しずつ少しずつ好きなこと、やりたいことを継続していけたことが、自分の中ですごく大きなことだったし、今こうして現役を続けていられる秘訣だと思います。だから皆さんも一気に物事を変えるんじゃなくて、好きなことをやりたいことを毎日毎日少しずつ継続していってみれば、将来いいことが待ってるんじゃないでしょうか。ありがとうございました。